強いの今度。操作性わかんない。これでいい。ライトつけるか。これか。こんな家もデータモード、ゲームモードやるか。ストーリー、メモリーファイルデータ、これやればよく、これ全然よく分かってるんですけど。おー、オンラインだ。誰がいいだろう。直感的に決めちゃおうか。主人公っぽいのでいい。アンディ、あ、読んでなかった。ポケットパーク。おお、ロード時間これ。初っ端な。あ、2D なんだ。あ、左こっちか。映画キック延長クラップ、これパンチ、あー LR は使わないで、何気に弱中強あるこのゲーム。こっちでも2つできんだ。はいはいはい。うわ、これレバコン欲しい。ああ、波動拳でこの銃鉄砲撃つやつ。あ、勝利拳ある。え、何気に勝利拳あんだこれ。すげえな、コナミこんな格ゲー出してたのか。何やつかな。ただね、十字キーの格ゲーってやりづれえ。あ、こっちか。同キャラわかんねえなこれ。はい。あ、投げある、投げある。これっていうか分かんないけど、操作性ね、ほとんどストリートファイター2だね。ただマジでね、あ、できんだ。ほら、弱中強ってちゃんとあるんだよこれ。固定だから LR に割り当てることってでき、あ、できるのか、これやる。はは、なんだろうね、マジックトリック。あ、R ボタンか。あ、挑発か。いらな。挑発かよ。マジックボタン。ちょっと適当に、もうガチャガチャで。繋がるのかわかんないけど、これ繋がんねえのか。そんなコンボゲーでもない。だからどうやるのかな、これから。
ごめん、なんでできたかわかんない。わからん技が出てきてる。本当にね。もう投げは本当同じだね。ちょっとずっと同じってるいいかわかんないけど、近づいたところで相手のところに矢印を持っていきながらパンチで投げられる感じ。東京嫌だな。僕の勝ちだね。なんかこれキャラ、自分の描いたキャラを戦っていくゲームなんかよくわかんない。ノーラ、ノーラ、おお、3D スティックやりづらいな。昇竜拳で、これ昇竜拳あるからじゃん。もうちょっとコンボゲーでもよかったのかなって感じがするけど、倒れる判定はどっかに急に出てきて決まんなかったりするから、それはちょっとあれだったのかな。どっちにしろ難しいか。珍しいね、コナミがこんな格ゲー出したなんて。もうわかんねえ。クレヨンっぽいのがあれか、ゲージか、スパコンゲージみたいな感じか。はい、普段ジャンプできますと。空中波動拳はできません。これ波動拳。こうね、これ時間制限ギリギリな感じがする。そう、これで決まるのかなって思いきや決まんないからさ。その謎の倒れ判定あるから、そのマブカプみたいにすごいコンボゲーってわけでもない。リアルライブだっけっていうのは一切ない感じ。忘れちゃったこれ。待って、あ、だからなんだろう、格ゲーとしても成り立つのかな。増えてきた。ちょっと一回技増やしてみるか。出るのかな、なんか。とかないですね。なんか。あ、消えた。いつの間にか消えた。あ、くっす。このまま出せばいいのかな。やばい。
名前の出し方わかんないけど、光が輝く星になる。なんだこの嫌味。スカイショップ、スカイホープ。